見合わせているほか、 JR 常磐線と中央線の快速、東北線で遅れが出ています。私鉄のうち西武鉄道は特急電車に限って池袋線、新宿線の全線で運転を見合わせています。小田急電鉄は新宿と箱根湯本などを結ぶ特急ロマンスカーの運転を見合わせています。また東京臨海新交通ゆりかもめは本数を減らして運転しており、地下鉄千代田線の上下線と京浜急行、多摩都市モノレール、京成電鉄の全線、それに東武鉄道伊勢崎線と野田線の一部でも遅れが出ているということです。高速道路への影響です。午前10時現在、東京外環自動車道が大泉ジャンクションと三郷南インターチェンジの間の全線で通行止めになっています。また東北自動車道は埼玉県の川口ジャンクションと栃木県の佐野藤岡インターチェンジの間で、関越自動車道は練馬インターチェンジと埼玉県の本庄小玉インターチェンジの間で通行止めになっています。中央自動車道は八王子インターチェンジと神奈川県の相模湖インターチェンジの間で通行止めになっているほか、山梨県の小淵沢インターチェンジと長野県の諏訪南インターチェンジの間の上り線が事故のため通行止めとなっています。このほか圏央道は八王子ジャンクションと埼玉県の鶴ヶ島ジャンクションの間で、常磐自動車道は埼玉県の三郷ジャンクションと茨城県の矢原インターチェンジの間で通行止めとなっています。空の便への影響です。国内線の空の便は機体の除雪に時間がかかるなどとして、を結ぶ6便です。このほか